じゃあ次行きます。いやこちらですね。はい。これモードックめっちゃ頭でかいんですよ。うんうん。でいわゆるコンピューターと人間を融合して開発されたってやつです。どこがコンピューターなの？だってどうなってるの？ちょっとま、なんなんこれ。だからいや、ちょっと全体的にマジっすよ。いや全体的に描写してもらっていい？いやマジで、ほんまにこうなんです。ほんまにこうなんですって。何が教えてくれって言ってんの。ほんまにこうじゃなくて、こうが何かわからんから。だからここめっちゃでかい頭なんですよ。これ全部顔。うん。で、ちっちゃい体にちっちゃい手。まあ、こんな感じです。で、椅子に座ってるんですよね、これ。椅子に座ってるんだ。あ、そうか。だからその感じになってる。あ、飛んでるん、ジェットコースター。ジェットコースターだ。あ、これ椅子っすね。ジェットコースターではないか。ジェットコースターではないっす。え、じゃあそのジェットコースターしてるような描写はなんなん、椅子にしては。その、ダーって出るやん、ジェットがみたいな、そのケツの部分から。あ、これですか。うん。これあの、なんかケツの質感。え、ケツ鉄の質感？鉄。あ、鉄か。はいはい。このピカチュウの尻尾みたいなのは何？ピカチュウの尻尾？あ、これ、これ手ですよ。え？手の下に残る。手4本あるの？うん。あ、これあの、椅子のこういうとこあるじゃないですか。椅子の非常機みたいな。非常機横に広がってるんですよ。あー、なるほど。それで、ね、操縦感があるね、椅子のこの。そうそうそう。あー、なんか棒。左手だから操縦するやつさって。あー。ハチマキしてんの？え、違うんすよ。ハチマキじゃないです。そんな、何言ってんだみたいな言い方したけど、今。そいつ、何言ってるんですかみたいな。そう、これ。ハチマキやろ、これ。ハチマキだと思うよ。ハチマキだって見えるよ。ハチマキ確かに。機械ですよ、機械。こういう頭につける機械。機械をつけてんの？ほんで、オールバックなん？いや、そうですよ、オールバック、まあ、感じですかね。感じてないよ、ね。オールバックで、てか、こう、被ってるんですよ。で、ちょっと髪の毛見えてるぐらい。ちょっと髪の前が見えてるぐらいの。ヘルメットの。ここは何？横の部分ですか？横その被り物、顔が出てる、顔全体が出てる被り物なんですよ。アイアンマンのここだけ外したみたいな。ないバージョンみたいな感じが一番近いです。ああ、なるほど。なイメージはついたわ。その顔の中心にこういう顔文字があるわ、これ。何なの？その。この中心にこの顔文字があるやん。反対にするけど。反対にこういう顔文字があるけど。これは何なの？この顔文字。鼻かよ。え、この人は、はい、普通に歩くことはできないから、常に椅子と一緒にこう動いてる感じ。足が不自由な。まあ、多分、足ちっちゃすぎるから、自重で立てないと思うんですよ。何の敵なんですか、これ。これね、僕もちょっと、これほんまにゲームなんですよ。僕ゲームで初めて見て。アントマンに出てくるっていう噂あるんですよね。噂？うん。アントマン3に出るかもっていう噂あるんですよ。調べてないよ。調べてない。僕が見たのはアベンジャーズのゲームなんですよ。アベンジャーズのゲームのラスボスです。調べんかった。調べた結果、アントマン3の映画に出るかもっていうのを見ましたね。出るかも？あ、まだ出てない。あ、じゃあまだ、まあ、アントマン3自体はまだやってない。アントマン3じゃまだ。アントマン3の敵買うんやん。いやでも出るかもっていう噂あるんですよ。あ、まあまあサブ的というか、噂だけなの。なるほど、うん、じゃあまだメインの映画には出てないですよね。体ない、何もないの。柄が何の柄もない、白、真っ白な、どういう柄なのこれ。あります、全然ありますよ。服着てるとか。本当はどうなってんのこれ。このマスクの下は、ま、この体と同じサイズの体なの。あ、マジそうです。体はマジ同じサイズ。金の服ですね。金色。あ、金色の服を着てるんだ、はい、なるほどね。いきまーす。せーの。あー、いないと思う。うわー、たけしとかぶるで。こちらのヴィラン、存在します。うわー、マジで当たんねー。マジで当たんねー。たけしとかぶったとき絶対当たんない。やばいな。ちょっと、これ、運任せでやったほうが当たらない。ちょっと、どういう見た目なん？そっちやな、調べくださいよ。あー、なるほど。そういうことか。なるほどな、うん。デフォルメとかじゃないのか。あ、なるほど。確かにこの椅子、俺が見た画像の椅子、ジェットオフィシャーみたいになってるわ。俺が見たやつもそうや。え、なんなら飛ぶんじゃないのこのまま。椅子ごと。椅子、ジェットオフィシャーなのでは。うん。お前これジェットオフィシャーじゃねえか。みたいです。みたいです。みたいですってなんやねん。お前何見ながら、見ながら書いたやんな。
みんなが書きましたよ。椅子取った。椅子取ったやん、このジェットフュージャーの煙を。めちゃくちゃジェットフュージャーしてる絵見て書きました、僕。よう考えたら、ゲームでもめっちゃ飛んでました。次行きますよ、じゃあもう次、いいですか。次行きましょう。次こちら。はいはいはい。デザートイーグル。これ、A が鳴ってないんですよ。うん。そんないっぱいあるけど。まあ私そうですけど、これドッグコップっていう漫画あって、はい、犬の警察なんですけど、なんて、あれ何してっけ、ズートピアか。みたいな感じの、ほんまに動物と人間が混ざったような存在がいるみたいな、世界観の漫画のヴィランですね。うんうん、まあ名前の通り、デザートイーグル、うん、ワシですね。羽がヒンスやけど。まあこれはちょっとまあ書き方があれだっただけで。まあもっと長いです。開く前の松ぼっくりみたいな感じですよ。で、これ、ちょっとわかりづらかったんですけど。ちょ、ムカついてきた。まだこいつ一色だけ塗ってるやん。そう、いや、もうずっとそれしか考えられない。何この人、これ黄色だけ塗って。なんでここ塗ろうと思ったいや、なんか黒で塗ったらちょっと体全部消えたんで、あ、もう足だけにしようと思って。で、これ口。だって黒で塗ったら全部消えたってこと、黄色じゃないってこと？体の部分がですね。なるほど。うん、で、これ口に加えてんの、これ銃口が出てるんですよ。タバコじゃなくて。あ、タバコじゃないんだ、銃口が出てる？でかって開いてる、こう。え、じゃあ下に向けて撃ってるってこと、今。そうですね。そうなんだ。あの、木の上から、こうやって見下ろす感じで。あ、なるほど。バンバンバンって。スナイパー的な感じ。ゴーグルをつけてるんだ。うん。ああ、なるほど。いや、他の登場人物ってどんなんがいいの？なるほど、確かに。ヒーローは誰なんてか、ヒーローは。あと、ドッグコップですよ。犬のおまわりさん。ほー。うん、こいつは何？殺し屋かなんかな？こいつ、そう。装備は口に加えた銃だけ？そうですよ。これ加えてんの？それともそういう体なの？いや、これ、口から出てきてるんですよ。なんて言ったんですかね。そういう体ですね。なんか動物と人間のなんか、掛け合わせだけじゃなくて、さらに口から銃が出るみたいな世界観もあるんだ。うん、それぞれ、じゃあドッグコップもなんか、体を武器にちょっと改造してる。そうっすよ。なんで半笑いなの？嬉しかった、教えて。そんな嬉しかった。いや、いい、分かってくれたな。それぞれのキャラクターが武器人間なんだ。なるほど。あ、そうです。あの、尻尾が。動物人間であり、武器人間なんだ。そうです。ドッグコップは尻尾が手錠になってるんですよ。尻尾が手錠か。じゃんっつって、投げて、こう捕まえて、こう引き寄せたりとか。逮捕できた。めっちゃ伸びるん。じゃんって捕まえて。あ、そうです。じゃらってんです。機械なんだ。なんなんですかね、なんかそういう世界観なんですよ、もう。僕もよくわからないんですけど。まあ。チラ見しただけなんで。まあ子供向けって考えたら別にそんなありえない。漫画ってもな、デザートイーグルがやけに下手なよな、鳥が。これやってたら僕の画力です。せーの。信じるか。いや、ない。ああ、タギチと一緒や。いや、僕、これあったらもう二度と見ないです、僕。この、マーブル作品ですか？見ないです、もう。こちら。尻尾に手錠ですよ。尻尾に手錠。ない。いや、まあ、あれっちゃあるけどな、なんか。デザートイーグル、存在しま、せん。おーさすが、この作品自体ないでしょ。ないっすね。ドッグコップはちょっと全くない。ドッグコップって、いや、なくはないから。じゃあ次いきますね。こちら。はい。明らかに火力。いや、明らかに火力がある。おるって。サイボーグ。めっちゃみんな書いてるもん。おるって。サイボーグです。おるって。絶対おる。何もみんなで書いてある。なぞったお前なんか、なぞった。お前いかがでしょ、とりあえずなぞったやろ、上から。さっきの鳥見てみ。おかしいって。その絵のやつにこれ書けるわけないもん。何もなくてな。ゼロからこれをかけるわけない。じゃあもう いいですか、じゃあ僕の説明とか。はい、いらん。せーの。いる。こちらサイボーグ。ヴィランとして、存在しま、せん。なんなんこれ、これは DC のヒーローです。ああ、そういう使い方をしてくるってことね。お前のオリジナルでもないやん。まるでもバスでもないやん。おい、お前なんなん？お前、いかしかな。
ルール変えんなって、ね、これはさ全部狙ってたの今まで適当なにしてここで模写を持ってきて引っかかるだろうみたいな、みんないる、そういると思ったら実はヒーローの方でしたっていう手玉取りたかったんだ。そうですね。そしたらそのことばっか頭行きすぎてオリジナルってこと忘れてましたね。まあでもこれだけこれだけです、これだけなんでそれは。で次、いや別に一個なら許すみたいな、そんなつもり一切ないけど。このルールやめたらお前が初めてだね、今までになってきて。しかもここに来て終盤に来て。終盤に来て。何やねんお前。もっと最初の方にやってくれんか。次。今後。もう出ないないのね、これはもうないです。もうまだすいません、すいません、もうもしゃもないもしゃないです。もしゃっていうかはトレストレスはないっす。いやあれあと何もお前二十文字やっただろ普通に。いややってないです、まだ16ですよ。嘘つけ。あとつ。お前なんか長いね。おかしいぐらい長い。じゃあ行きますよ。あ疲れちゃった。こちら。もうよくないっすか。いいよ。いいよ。聞かなくていいと思う。もう聞きとうない。もう。痛いだろ、これ。何見たらこれだよ、なんだよ。コーンフレークの箱だろ。コーンフレークの箱見て書いたやろ。まあ、正解、正解言うと、うん、存在は島、うん、千。貯めんなよ、腹立つな。いねえんじゃねえか。名前、なんて名前なの、ちなみに。名前の決めてるんやろ、一応名前は。ファンタジスターです。ファンタジスター。日本語か、日本語やねん、考え方が。じゃあ、もう次行きますよ。うん。なんでペイントじゃないの。なんで今日見てない。今日見てない。何だお前、めっちゃうまいし。こうやったらええやん、あるなら送ってこんで、こうやったらよかったやん、書いたなら。なんでこれだけ書いて喋っとってお前なんだ。めちゃくちゃうまいし。これほんで、これスパイダーマンの映画に出てきたもん、ほんで。わかります。いや、じゃあ何の作品出てくるんですか。これスパイダーマンの作品。スパイダーマンなんか、それその言う通りや。めっちゃ、もう、ゴリゴリ頭がおかしくたで。じゃあいいですか。じゃあ、いきますよ。ちょっと待って、でも分からないことだけなんだよな。質問、でこれだけ質問ありますんじゃん。なんでこれだけ。いきますよ。せーの。いや、もういいよ、やっと。いいよ。せーのじゃなくて、いきますよで、正解発表してくれ、もう。うん、こちら、うん、存在しま、せん。あれソイゾさん。スパイダーマン出てきたって。いや、出てきます。あの、スパイダーマン出てくるのは、ほんまにサイのスーツ着た二足歩行の人間です。いや、としてスパイダーマンの敵って言ったらもう一緒やもん。もう、なんかお前の画力で差別化できると思うなよ。サイの中で。あの、僕が、おかんに5分ぐらいで悪者書いてって言って書いてもらったやつ。なんかお母さんはスパイダーマン考えて書いたんや。いや、お母さんはなんか木のちっちゃいサイの人形を見ながら書いてました。次いきますよ。もう19問まで、ね、19なんで、はい、いろんなことが起きるな、お前。こちらですね。ゴリラやん。ふざけんなって。ゴリラやん。ただの。聞いてください。いい加減にしろ。いい加減にしろって。聞いてください、聞いてください。ほんまにいるし、ほんまにいるんですって。いるよ、ゴリラはいるよ。いや、違うんだ。ゴリラ、なんだ、ゴリラや。アメコミのキャラなんですって、これ。あ、じゃあ、丸。丸。許せねえ。こいつ許せねえ。タギさん、どうですか。丸。正解は、許せねえ。存在しま、す。あ、なんか見て書いてるもん。上手やもん、だってゴリラが。ちゃんと遠近感作ってるもん。これゴリラグロットっていう、本当にフラッシュに出てくるビーランですね。じゃあ次、許せね、ラストいきます。こいつのこと許せ。終わりじゃないんだ、まだ。そうですね、これラストです。いきます。あ、ラストですね。はい。怖い。
何これビッグマウスです。ビッグマウス、はい、口ないやん。いや、縫われてるんですよ。ああ、なるほど。ちっちゃい頃に、あるね、そういうの。そうそう。ちっちゃい頃にうるさすぎて、親に口縫われて、だからそのめっちゃ唇パンパンに腫れてるんですよね。ずっと縫われたままなんで。だからその、カサネット、カサネットカサネットでモールス信号みたいになってるの、カン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 って喋るんですよ。これもキックアスのキャラですね。心臓のやつはこれ何？あ、これは唇にバツ書いてるんですよ。ああ、なるほどなるほど。喋れますよ。そう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 。目はなんで充血してるの？あの、気狂ってるからです。なんでスキンヘッドなの？いや、わかんない。それは多分そういうキャラデザーです。何をするやつなのこいつは。こいつ、ほんま、小悪党みたいな感じですよ。あんまり殺人とかもせずに、そのなんか物盗んだりとかして、やっていく感じです。じゃあ、行きますよ。ずいぶん早いな、これだけ。なぜお前の方が疲れてんねん、腹立つわ。いや、わかんねえな。普通にわかんねえな。まあ、言うかも。こちらのヴィラン、存在しま、せん。ああ、そうですか。以上ですか。かい。はい。疲れた。皆さん何点でした？疲れた。知るか。いや、竹内の杉原で100問やってほしいわ。次起こるヴィランのやつ。いや、無理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 無本当なんですか。頭おかしくなるよ、これ、マジで。これ、ちょっと。わけわかんないんじゃないかな。これ、どうやって動画にすんのこれ、ちょっと。いや、なるでしょ。でも大丈夫ですよ、ね。一生懸命やっただけなのに。関原の回だけで、もう10回ぐらい取れるよ、これ、ほんとに。10回ぐらい。あと3、4いくんちゃうかな。いや、無理。なんか別に、もう、疲れちゃってたから何も言わなかったけど、何母親が書いたって。いや、なんかもうとりあえず書いてもらおうと思って1枚ぐらいは。どう言うてほしかって。ちなみに理想の母親が書きましたって言った時の反応はどんな感じやったの？いや、おーぐらいの。なるわけないよ、おーなんて。なんで母親も悪役書いてって再書いたんだろうなとかさ、結構思うことありますけどね。この絵だけでも。もっと人型のやつ描くような、普通悪役描いてって。確かに。なんで世の中高校の動物描いたん。いや、もう頭おかしくなる、マジで。もうカピカピのやついたんやっけ、結局、本当に。いないのか。あ、いないで。関原が気を利かせて裸にしてくれたやつやんな。そうです。長かったよな、このカピカピのやつの話してるの。全部無駄なんだよな。疲れました。疲れました。疲れましたね。疲れましたね。お前だけ1時間半撮ってんで。みんな1時間もかからず済んでんのに。お前のスペシャルやん。いや、そんな。これちょっとレビンさんにもやってもらおうか。いや、レビンさんにもやってもらおうか、これ。ああ、面白い。めちゃくちゃ怒ると思うぞ、レビンさん、これ。キリミちゃん出た時に。違うわ。レビンさんが書く方よ、書く方。あ、レビンさん書く方か。いや、よかったよ、この前レビンさんいなくて。マジ、本当に、あれ、お前。もう、ええわ。今日もう寝るわ、言うて。キリムちゃんとかでツワ切ってる。やぶねえ、よかったじゃん。危なかったじゃなくて、ごめんやろ、俺らに。もう、付き合ってやったんだ、こんなこと。俺はええけど、竹内に謝るよ。竹内かわいそうだぞ。明日も仕事なのに、竹内。いや、ほんと、ガラ君がどんなやつかよ、わかった。今日でよくわかった。人のことバカにしてんだな。よくわかった、ほんとに。人のことバカにしてんの、こいつ。いや、真面目にやったのに。真面目に妖怪やって飽きられたしもやから、かわいそうやろ、お前。やばっ。僕やってやったんと、真面目に。じゃあ、おちんちんベビー書けよかった、今。だって、いち早く終わって、なんか僕風呂入ってきていいですかとか言ってたんで、これ。いや、そうだね。僕だけです、時間間に合わせたん。間に合ってないねん、これはもう。いや、間に。大事故だ、大事故。なんか、関原の時までずっとみんな真面目に動画見てくれた。みんな失礼だよね。みんな真面目にさ、ああ、なるほど、これか、みたいなのに考えてるのに。クイズやってた視聴者がかわいそうやで、お前。いや、でもなんでなんですか。でも皆さんも間違ったりしてたじゃないですか。正解したり間違ったり。いや、その、間違いのレベルが違うというから。アメコミ、ヴィラン選手権でした。さよなら。さよなら。さよなら。